恐ろしい、これガラス張りだから怖いな。転がっときましょうか。入ってきた、しとめる。おい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 、ちょっと待って待って、中落ちるよ。撃たれた。怖え。あ、まじ、わー、撃った、撃った。裏、また手が壊れた。あ、壊れた。よし、呼ぼう。どうも、肉まんです。ご視聴ありがとうございます。今回もビルディング21に行ってみたいと思います。前回初めて行ってみたんですけど、思ったよりすごく楽しいですね。なんでかなーって考えたんですけど、おそらく武器が拾えるものがすごく良くて、撃ってて楽しいんですよね。敵も強すぎるかなーとも思ったんですけど、まあ、ギリギリなんとかなる強さで、接敵が多いから楽しいですね。今回もじゃあ行ってみたいと思います。前回やられたので武器はないんですけど、まずはスティムとセムテックスをつけて、弾薬をつけて、なかなか生きて帰ることが難しいので密輸品は徐々には減ってはいるんですが、うまく脱出してね、いいものが持ち帰りたいですね。今回は、このフルカスタムのサブマシンガンを拾ってたようなんで、これ持っていきますか。お、あ、これ前回拾ったやつかな。弾がいっぱい出そうですね。これ持っていきましょう。よし、じゃあ今回も、3人でやりたいと思います。いいかな、展開。ビルディング21。ゴー!上に行って、脱出エレベーターに乗るってことですよね。よろしくお願いします。何かあるか、バッグを見ましょうか。キメラ持ってきたかな。ゴー!あ、お、チューバッグチューはいいぞ。ミューニションもありがたい。ミスター。リーコンシステムがダウンした。何も見えない。よくわかんない。よし、行こう。みんなと行動しましょうね。早いな、この二人は。また分かってるのか。中にね、人がいる場合があるんですが、いなかった。ガンガンいっちゃいましょうか、今回はね。おーおーおお、誰に当たった。非常に硬いんで、なるべくヘッドショットを狙えたら狙っていきたいですね。敵の動きが活発化している。気を抜くな。ああ、もうありがたいよ。おっと、これいい武器欲しいな。最初の回はあまり。おお、どこを狙ってる。結構ブレるな、この銃は。変えたい。アーマーを置いた。ギャズが、仲間にギャズがいたんですね。いや、ほんとね、プレイヤー、あれ、他のプレイヤーとね、見間違うんですよね、仲間と。お、受けてる、受けてる。なんだ、何事ない。撃つな、撃つな。テルミットを投げる。よし、インフォーゲット。本当は分かんないんだね。テルミットを使う。内もみとかないとやられます。一人。おい、見えた。今のプレイヤーだったってことかな。いきなりぶつかりましたね。今助ける。ありがとう。もう迷ったら撃てですね。もう大丈夫だ。やろうぜ。あれ、ウルトラはタグを確保したら、敵のスクワットがお前を追ってくる。やっぱ敵だったみたいですね。いやー、いきなり。あ、ジムがある。すごい。ドッグタグを奪ったことで敵のオペレーターに位置を知られた。光線に備えろ。武器でいいかな。アーマーが欲しい。アーマーないか。こういうロッカーアーマーありそうですけどね。
怖い。あさってるとやられるよ、やられるよ。仲間と一緒に行動しましょう。残り物ないか。お、アーマー、ありがたい。オッケー、よし、装備がすぐ揃うのはいいですね。ビルディング21は。こっちもいいのかな。どっちもどっちか。すごい弾がいっぱい落ちる。いい武器、プレイヤーを倒したらやっぱいい武器を漁りたいですよね。持ってないな、開幕であったからか。お、どこ行きましょうか。階段があったら上に行きたいんだけどな。あめ、止まった。すごい音したけど、ナイフで切り刻むよ。あ、まあいいか。あんまり漁ってるとやられるんで。いいね。オッ。頭打っていきましょう、頭を。いい武器あるかな。ゆっくり見たいんですけどね。これでいいかな。アーマーもらおう。うおー、来た来た来た。突っ込んでくる、突っ込んでくる。いやー、これ詰めてくるのが怖いんですよね。アルマズラの世界にもね、なんかアーマーつけたのが突っ込んできますけど、それを彷彿とさせる。基本突っ込んできます。オタク暴力はいいぞ。お気に入り武器きました。敵の攻撃を受けてる。ここだ。おう、10発出るのと、こっち何発だったっけ。これ30か、両方30発か。うわー、見なかった。どこだ。どこ置いていかれちゃう。お、下に、あれ下に行くこともあるのか。あ、なんかも、なんかいるのか。デッドドロップみたいなことか。故障品のダウンタイムを短くするためにやってるのかな。なんだかんだまだ故障武器使ってないんですよね。なるほど、その一番下にはこれが D にはあるのか。 D の1は、1階はガレージがありましたよね、どっかに。あ、こうガレージっぽいな。でもガレージなんか NPC がたくさんいたよな。で、上がっていくのね。さっきのあのゴミ箱に用事があったんでしょうね。やばいやばい、詰めてくるな。よかったら打ち返してやる。銃撃された。なんだ、なくなる。ちょっと出しましょう、弾薬を。弾薬をドロップする。同じアサルトの銃持ってるんでね。どこを狙ってる。弾薬の消耗が激しいって。うわ、めっちゃいるな。この時の赤点の動きでプレイヤーかどうか判断するのかな。こう止まってたら多分大体 NPC だと思うんですけど、走り回ったら、お、もう脱出できるの。脱出してもいいよ。脱出しよう、脱出しよう。これ敵最後多いんですよね、なんか。向こう側か。あ、最後こうなって回る、回るのね。ちょっとずつ構造が変わってきます。前回ここ敵がめっちゃ多かったんで、両方ボールを持って帰ってる。ここなんか開けてて嫌だな。周りから見られますね。
わ。待って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 、後ろ待って待って、あれエレベーターどっちかな、待って待って、置いていかないで。中央フロア、あ、ここ、あ、遅っ。なんかこれすぐに来るんじゃないの、撃破する。いいね、ちょっとこれ待てばいいのか、なるほどね。エレベーターが来るまではこの辺で待つ。この武器いいじゃん。頑張って自己蘇生ないな。あ、敵が来た。エレベーターが閉じますね、一旦次のに乗りましょうか。やっぱエレベーターを呼んだら増援が来るのかな。アルマズラでもそうですもんね。あ、エレベーターいい、おっと誰かが避難している、助けに来てくれないかな。おこっちです。お願いします。問題ない。助けて。ありがとうございます。治療してやる。アームを入れて立て直しましょう。いつでも行ける。もう一回呼びましょうか。エレベーター。呼んでもいいのか呼んでダメなのか。おー。やばい。NPC じゃん。プレイヤーか。この部屋か。しっかりしろ。入ってくるか。ありがとう。怖い。この部屋でも後ろがないんで、しっかり立て直したいですね、これ。怖い怖い。入ってきたら。どんなこと？テレミ撃つな。すぐに良くなる。はい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 。敵が強いな。頼りになるな。NPC じゃなくてよかったですね。おお、次々倒れるな。早く帰りたいんだけど、あ、ここ脱出できないのか。場所が変わるのね。ちょっとこっち来て。やばいやばいやばい。早く早く、一旦閉めよう。一旦閉めよう。しっかりしろ。一旦閉めよう。早く。閉まってないけど。サンキュー。さあ、行くぞ。頑張れ頑張れ。狩りができたら。立て直そう。弾が。メディペーター呼びたいけどな。狙い撃ちにされてる。うわ、すごい来るな。エレベーター行きたいけどな。呼ぶか、もう一丁。あれあれ、ない。エレベーターどこだ。あれエレベーターの場所が分かんないぞ。どこだこれ。構造が難しいですね。こうか。仲間来てるかな。一人いたら危ないか。うわ、いめ。死んだ死んだ死んだ。エレベーターを呼びたかったけど。もし仲間来てくれた。なんか、ウィルソンがいた？うわ、やばい。エレベーター呼びたいけどな。ウィルソンか。あ、壊れた。よし、呼ぼう。強い。こっちもやばい、挟まれる。危ない危ない。敵の攻撃を受ける。ここにくぼみがあるんですね。あー、もうないぞ。そうだろ。弾もない。やばい。に狙われてる。エレベーター呼べたかな。よし。あれ、仲間はもう一人来てないぞ。来れるか。来てないか。帰れないか。早く来てほしいな。うわ。プレイヤーか。
見てみよう。おそらくプレイヤーでしょうね。3人倒れたか。プレイヤーですね。3人一緒にいれば帰れたかもしれませんけどね。感謝してるぜ、相棒。弾を置いてね、帰るわけにいかなかったんで、待ちましたけど。ビルディング21は、マップというかね、仲間がどこにいるかが表示されてないのが難しいですね。だからエレベーター呼んでも、別行動してることもありますし。うん。でも初めてエレベーターを呼んでみましたね。あ、仲間は生きてるのか。あ、まだ生きてるのか。仲間生きてますね、一人。頑張って。でも、プレイヤーがいましたからね。お、脱出するか。あ、二人生きてるな。あ、置いて帰られちゃう。生き返らせてくれるかな。うわ。二人だけでも生きて帰ってもらいましょう。撃たれてる。ヘルメットを投げる。どうしよう、ヘルメット投げる。ヘルメット直撃。エレベーター閉まるの遅いな。うん、おお、狙い撃ちにされてる。うわ、危ない危ない。いやー、エレベーター乗っても油断できませんね。残念ですが置いていかれました。悲しい。よし、でもだんだん慣れてきましたね。エレベーターを呼んでもその場所がまた使えるとは限らないってことか。アルマクラだったら5秒ぐらいでね、乗ったら5秒ぐらいですぐ飛び立ってくれるんだけど、今回のビルディング21はなかなか扉が閉まらないってことですね。いや、いい武器持ってたんでね、持ち帰りたかったけどな。もう一回行きましょうか。何しましょうかね。P90 持っていくか。結構カスタムされてるな、これは。意外とカスタムされてないものをカスタムしたものに入れ替えたい。うん、あんまり使ったことない P90 でいきましょう。よし、もっといい武器に入れ替えて帰ってきたいですね。よし、行きましょう。3階に行ってエレベーターを呼ぶけど、あの階はなんか下の階からも撃たれるし、あとエレベーターのボタンを押したら敵が増援が来るのかな。でも結構安全な部屋はありましたね。入り口が一つしかない部屋があったので、あれは結構体勢を整えるのに使えますね。アーマー入れたり弾薬を補給したり、その部屋の近くのエレベーターが脱出に使えたら一番いいのか。NPC に夢中だとプレイにやられるんでね。お願いします。前向いてる。あの箱をゲットしたい。ダッフルバッグに全速力でいきましょう。 P90 は、あ、アーマーラッキー。よし、アーマーゲット。お、下に行ったな。リーコンシステムがダウンした。何も見えない。よし、お、いいよ。キメラですね。キメラって一応アサルトライフですよね。おお、いきなり精神統一だ。すぐに良くなる。
復活した。プレイヤーにやられてる。奴らに勝負を仕掛ける。こっちも見ないで。ちゃんとこっちも。ウルトラマン、付近の活動が増加している。警戒しろ。うわ、すごい。うわ、まだまだ。はい、ここぞ。しっかりしろ。今のはプレイヤーかな。プレイヤーだな。お前必要だ。恐ろしい、これガラス張りだから怖いな。寝と、転がっときましょうか。入ってきたら仕留める。うわぁ、そっちかぁ。いやぁ、あ、こっちも空いてるのか。一瞬、びっくりしてましたね、舞台。いやぁ、プレイヤー強い。あの部屋は出口が2つあるのか。で、ガラスの扉、窓だったからガラスからも入れるし、扉からも入れるし、扉が1個だと思ったんですけど、2つありましたね。向こうの、今のプレイヤーは美味しかったですね。私が寝そべってるだけだったんで。さよなら P90。もう一回行きましょう。もう何度も何度もやられて強くなりましょう。リーサル。武器どれにしましょうか。まあ保証スロット持って行ってもいいんだけど、中の武器かなりいいんで、わざわざ保証スロットを使わなくてもっていう感じもしますね。うん。なんか中のやっぱタック56が拾って帰れたらなんか嬉しいですけど。M4 持ってきますか？結構 M4 あります。あ、フェネックも、あー。M4 しましょう。3本あるんでね。これをいいものと入れ替えたい。うん。これ反動を防止するグリップがついてますけど、サイトがついてないんで、サイトがついてるものはゲットできればいいですね。じゃあ、行きましょう。慣れれば NPC にやられることは少ないかな。複数の NPC を相手にしたり、あんまり無理しすぎると NPC も倒されますけど、あんまり近づきすぎず一人ずつ倒せば NPC はなんとか倒せるようになってきましたね。ただ走って詰めてくるんで、リロードの時に走って詰めてこられると危険ですね。で、近くでショットガンズドンみたいな。もうちょっとこのプレイヤーのね、音とか足音とかがね、分かればいいんでしょうけどね、どっちから来るかが。お、すごい、もじゃもじゃくんだ。もじゃもじゃくんとマスク。あのもじゃもじゃくんもケイニヒでしたっけ？確か。ケイニヒの違うスキンだったかな？なんだかんだで全員ケイニヒの可能性があります。おお！盾持ち！かっこよ、この人。これは、ゴーストじゃなくて、ソープか。お願いします。お願いします。お願いします。よし、行こう。盾持ってきてる。わざわざ持ってきたのかな、保証品で。リコンシステムがダウンした。何も見えない。奴らに狙われてる。一応持っとった。あ、私今取っちゃダメだった。大丈夫。今ちょっと私が武器拾っちゃったのが良くなかったかな。ここ人多いから行かない方がいいんじゃない。こっちもいた。すごい、一瞬で今伏せて撃ったんだ、この人。おお。うわー、危ない。お、この部屋はちょっと一瞬の安らぎ部屋。セキュリティロックをバイパスする。お、これいいね。この武器いいよ。今回これ使ってみようか。
結構落ちてますよね、このビルディング21内に。ライトマシンガン、これライトマシンガンだからもっと弾入るね。オッケーオッケー、偉いです。30発しか入ってないかと思ったら、これは75入るね。オッケー、いきますか。怖い。とりあえず上に上がりたいな。何かに撃たれてるぞ。どこに行けば上に上がれるか分かんないですよね。うわ、プレイヤーが止まった。いやー、もうプレイヤーとね、なんかたまに NPC でもアーマー着てなくて、なんか人間っぽい人がいるんですよね。あれ、味方いなくなった。そっと閉めていきましょう。あれ、来た。ウルトラはセキュリティロックが開いたぞ。行きますか。怖いな。砲弾か。あ、仲間、え、今シールドしてましたよね。あれ、防弾なのか。防弾か、シールドだから弾が当たらなかったかな。待っていない、はぐれた、よかった。あ、これアーマーあるんじゃない。うわ、すごい武器、これもいいな。この部屋すごい、なんでもある。アーマーか、いいね。よし、すごいっすね、オレンジがいっぱいあるこの部屋、最高じゃん。ラールの2人、仲間がもう一人来てほしいですね。お、来た、よしよしよし、体勢を整えましょう。ここで M4、 どっちもマシンガンは怖いよな。いいな、これも持って帰りたいですけどね、このライトマシンガンも。グラッシュが来るぞ。いた、あ、触れ合いましたからね。なんですけど、いいねいいね、頑張れ頑張れ、やったりやったり。もう一人いる、もう一人いる。あー、やられたか、頑張って、やるぜ、やったね。うわ、怖いね、ここ。いた、あ、これ NPC か。いやー、 NPC とプレイヤーの見分けもつかないですね。怖いね。いいね、いいとこ待ってるよ。そこはバレないんじゃない。うわ、怖っ。スモークか、シュッて言ってる。スモーク開けたらそこに人がいるんじゃない。いない、動かない。この人すごい、じっとしてますね。入ってくるぞ、入ってくるぞ。じっとしてるなぁ、すごい。うわうわ、いやー、でもいい場所いましたね。敵の反応が、プレイヤーが上手かったですね。背後を取られたのに打ち返してきましたね。いやー、いい武器ありますね。もう一回行きましょう。いやー、脱出難しいなー。ダッシュして敵が見えたけど構えるのが遅かったのかな。ラールだったんで多分うまく当てれば 2,3 発で倒れると思ったんですけど、1発しか当ててないかな。よし、もう一回行きましょう。何持っていこうかな。ベネックにしましょうか。あ、密輸品が12個になりました。どんどん減っています。これはでも反動がなさそう。ただ弾があんまり出ないんでね、中に切り替えたい。いいもの持ち帰れたらいいですね。いや、やっぱプレイヤー強いな。
一人は倒したいですよね、やっぱね。三人チームで、一人ずつというかね、倒せれば、いけるんで。お、さっきのもじゃもじゃくんだ。あれ、さっきとメンバー似てるな。お、見た目は結局全員ケイニになったけど、お、変わった。お願いします。あ、丸腰スタートか。じゃあ、バッカー取ってもらいましょう。いや、丸腰で来るのもありですよね。だったら、密輸品が安定すると思うんで。戦死しても、リスクないですからね。武器なしは。でも、スタートで全員武器なしだったらどうするんだろう。一人は私が倒してあげないと。バックパックが何も見えない。裸で置いてた。初めて見ました。おお、いるね。武器持って。もう今仲間か敵か分かんなかったですね。スキンが似てて。ポカッパ殴ってるの大丈夫か。すごいね。すごい、あのアーマーを殴り倒したの。いい武器と変えたい。敵の攻撃を受けてる。あと60秒。あ、このプレイヤーとアメリカのやつかなんか。お、ラー、これか、マシンガンか。一応持っときましょうか。リロードして75発ね。で、アーマーも入れて、追いつこうとして走ってたら敵と遭遇してやられるんですよね。おお、ビルちゃん、何事？敵を倒した。お、あ、プレイヤー倒したのか、すごい。あ、ランチャーだ。なんだこれ、こんなもんあるの。フラッシュを投げる。ランチャー撃ちまくりたい。危ないな、プレイヤー。おお、うまいぞ、みんな。サーバーゲット。よし。いつ前かプレイヤー倒してくれてました。どこ行った？あされあされ。弾薬があるぞ。おお、怖い怖い。すごい、なんか同じような武器いっぱい持ったね。いや、このグレーネランチャー怖いな。やめとこう。アーマー割ったよ。クリアいましたね。危なかった。多分私丸出しでしたよね、体がね。お、裏から回る。ブラッシュ。うわ、見えん。どこ。カストフ7度2か。いいなぁ。反動が大きいかな。あ、見えないな、これ。やめて。あぶね。撃たれた。あ、プレートが欲しい、プレートが。怖い。プレート欲しい。やられた。よし、ありがたい。プレートありがたい。お、仲間どこ行った？狭っ。何ここ、トイレか。一緒に行動しよう。置いてかれちゃう。いやー、物資は最高ですね、ここ。撃たれたぞ、今。今のはプレイヤーか。やば。
迷子になっちゃった。プレイヤーじゃないか。プレイヤーじゃないんかこれ。怖いな。置いていかれちゃう。待って待って。おびっくりした。びっくりしたよ。プレートが欲しいな。お、3階まで来たぞ。帰ろう帰ろう、もう。うわ、ウィルソンだ。ウィルソンどうやって壊すんだろう。向こう行けるのか。うわ、どこだ。自己紹介やっぱ弾も欲しいし、ここはなんか医療品のとこか。わ、いい武器あった。これもほら弾薬をドロップ。ありがたい、弾薬ちょうどなかった。ほら来たよ。ラールがこれ持って帰りたいな。あ、参りましょう。すぐ入れ忘れちゃいますね。OK、3枚あれば。おお、グレードランチャー。ここ帰れないのか。何でもかんでも乗れるわけじゃないのか。いない。怖い。見てたら背中裏に飛びますか。びっくりした。なんだこの子。味方だ。一瞬の安らぎ部屋を。敵の攻撃を受けてる。呼ぼう呼ぼう。勝手に呼んだけどいい？すごい反動。よし、でもここ安全なんじゃないかな。結構エレベーター近いですよね。到着した。お前まともに撃てるようになるんだ。うわー、やばい。参りましょう。よし、大丈夫？巻き込まれてない？見えないよ、見えない見えない。すごい、グレンドランチャー隙間から撃ってる。よーし、回収成功だ。初めて脱出のエレベーターボタンを自分で押して脱出しました。あれ、押した方がいいのか、チームがまだやることがあるかわかんないんですけど、とりあえず押してみました。でも、押したら武器がいいのが、持って帰れますからね。このラールはなかなか、いいんじゃないでしょうか。アイアンサイトじゃないんで、見やすいですよね。あ、自己蘇生もゲットしましたね。よーし。もう一回行きましょうか。フェネックはやっぱ使いやすいな。大バッグか中バッグかは、武器をバッグに入れて持ち帰ることができるんでね。二つ持ち帰ったらいいですよね。このビルディング21の世界で。じゃあこれ一旦置いときましょう。何個になった？ 12 個ね。うん。やっぱフェネック使いやすいな。これの50発出るマガジンのものが手に入れば最高ですね。ストリーク何でしたか？あ、ボムスクワットはいいですね。爆弾を防いでくれますよ。じゃあ、もう一回フェネックで行きましょう。サンアーマーの中バック。いいですね。よし、初めて脱出できたぞ。やっぱさっさと帰った方がいいんじゃないのかな。まだ中で何ができる、どんなミッションができるか知らないんで、だったらさっさと帰って、
いい密輸品をゲットするっていうのがいいな。武器を拾うのが楽しいんですよね、ほんとビルディング21は。よし、あんまり自分の保証品をわざわざ持ってこなくてもいいかな。あんまりサイレンサーとかも関係なさそうですし。お、後ろにバッカーじゃない？ない。お、かっこいい武器持ってきてますね。この黒い縄、敵から見にくいぞ。真っ黒ですもんね。うわ、2丁持ってる。よろしくです。ゴー。ああ、ありがたい。ガンガン行きましょう、ガンガン。リーコンシステムダウンした。よし、何も見えない。どんどん上がろう、どんどん上がろう。もう3階まで来たぞ。あ、行けないのか。あ、なるほど。すぐには3階の扉は開いてないってことか。2階で何かします？わっ。あれ、1階に行っちゃった。1階はね、怖いよ。防衛レベル上昇。お、余り物ください。ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。なんかセキュリティロック解除みたいなの言ったら上がれるってことか。セキュリティロックをバイパスする。あ、これで上がれるってことかな。あ、あと1分でね。あ、だったら3回いけるかもしれませんね。怖いね、ここ。お、これは、あ、やばい。勝った。どっちかがいたぞ。表示になってるな。一人トラはセキュリティロックが開いたぞ。倒してる。すごい武器あるぞ。あ、これもらえないのか。これいいじゃん。出ました、ラール。あ、ラールのあれか。入れておきましょう、弾はね。ソロか、この人。すごいな、こんな恐ろしいところに。お、なんだ使った。動きが早いですからね。さっ。お、アーマーがるよ。間違えた、なんかアーマーがるよ。スティムもったいない、使っちゃった。え、これ何回巻くの。え、一個一個開くの。そんなことないか。あ、いない、いた。はぁ、緑のアクセスキー。アクセスキーが必要な場所なんですね。あれ、どこ行っちゃった？危な、後ろ見てなかった、今の。いるね、NPC がいるね。おぉ、暗いぞ、ここは。暗いし、広いし、ここに行くメリットがよくわからないんですよね、今のところ。いるよね、めっちゃいるやん、後ろもいるよ。この中でたまにプレイヤーがいることもあるから、それをよく見てないと。仲間が来てないけど、おお、やられたぞ。あえて出ない、ここで向かいましょう。はい、閉まらないの、ここ。
よく頑張った。後ろも見とかないとね。怖いよ。よし、行こうか。弾薬をドロップする。ありがとうございます。上に行ったらいいんじゃないのかな、こういう時は。違うのかな。あ、タック56じゃん、好きな。違う、タック56が欲しいの。どっちがいいのかな、タック56と。おお、どっちから今頭打て。待て、おお、これ見ときましょうか。ああ、何か当てないんですね。お、上がろうか。タック56持って帰りたいね。あれ、黄色さんが来てないけど、いいのか。よし、さっさと上に行きたい。いや、これがね、一瞬プレイヤーにも見えるんですよ、この時はね、身軽なやつ。ほら、やった。お、何かに発見されたぞ。お金いっぱい持って、おー、いいね、フェネック。お、脱出できるぞ。脱出できるけどしないか。あ、カバンいいの欲しいな。もういいか。まあ、3アーマーですもんね。プレートがあればいいな。あれ、今回プレイヤーになってないな。狭いとこはこっち使いましょうか。買い分けてね。慎重。お、両方撃たれる。あー、まあ、NPC かな。おー、プレイヤーかと思った。あれ、すごい、ロケラン持ってきてる。対空ロケット。エレベーターの表示がなくなっちゃったの、誰か使ってるってことかな。なんかメッセージ出てるんですけど、なかなか見る余裕がなくて。上がりたい、上に上がろう、上に。どんどん上がろう。なんだこれ、上に上がろう、どんどん。おお、不祥事だ。ウィー、ついた、押した。大丈夫、かすれ傷だ。オッケーオッケー、借りができたな。よしよしよし。おお、すごい。M16 のバースト。よし、まあいいかな。よし、倒したぞ、プレイヤーも。これでも、バーストがいいか。いや、フェネック戦いやすいな。弾薬をドロップする。よし。階段の強歩から撃てましたね。まだ下に用事あるのかな。上がらないか、上にどんどん。アーマーをドロップする。違う、これはやだ。アーマーありがたい、ありがたい、ありがたい。弾薬をドロップ。おお。エレベーターが使えるぞ。入りたいね。ここにあるのかな。 B2 の高さに見えるけどな。 B2
B2 で脱出もできるのかな。一番上まで行かなきゃダメだと。来てないか。来てないんだったらやめよう。一緒に行こう。この階でも逃げれるのか。あ、で上か、やっぱり。ちょっと表示がね、よくわかんないですよね。なんかすごい声くるよ。上に行きたい。3階に行きたいな。エレベーター使えないか、ここは。何かくれ。脱出したいな。何か見られたぞ。46メートル。あ、デプロイカバーいいね。最後に使おう。待ってくれ。こう言っていかないで。上に上がりたいね。うわ、やばい。構えろ。中のバッチリ。コンタクト。強くあれ。私ならやれる。こういう時にプレイヤーが来たら怖いんだよな。 PC に夢中の時。うわ、いい武器もあるね。あのエリアを封鎖しろ。こっちもでもいいけど、変えるか。なんだこれ。敵の攻撃を受けてる。そうです、D3、よし。お、見つけたぞ、言うてるけど。ここがもうちょっとで。エレベーター呼ぼう。テレビと投げる。よし、もうちょっとエレベーターだ。呼ぼう。おお、なんだすごい。なんだこいつ。カタ。待て。銃撃。待て。しっかりしろ。一人起こそう。一人起こせばチャンスある。一人頼む。をするな。蘇生か。してるだろう。蘇生頑張れ。この恩は忘れない。危ないね今のは。狙われてる。あんま入れて。また。今かもしれよ。撃たれた。おい。あんま弱い。裏。また手が来る。ところで死なせはしない。あんま入れて。枯渇よ。すぎるんよ。お、エレベーター呼んでくれた。あんまがないかも。うわ、ウィルソンだ。まだ脱出できないか。なんだかい。うわ、人が多すぎる。こっちウィルソンでやろう。ちょっと待って。デプロイカバーを早く。ちょっと仲間を助けたいけど、やばい、ウィルソン来た。どうなるのこれ。あ、参りましょう。仲間を助ける余裕はないけど、ごめんよ。恐ろしい。なんとかギリギリ。仲間を置いて帰っちゃいましたけどね。ちょっとウィルソンが来て囲まれてたんで、今の言ってたらやられただろうな。ギリギリなんとか。3階は
ウィーマンがいるのか。危ないなぁ。いや、でもギリギリでしたね、今。仲間もやられてましたし。仲間蘇生が間に合って生きて帰りましたけどね。いや、でも、フェネックいいなぁ。かなり光線距離が短いので、フェネックのこれで50発、弾が出るやつがあったら最高かもな。一ついいもの持ち帰れました。本当はもう一つ持ち帰れるのか、ついこれを忘れちゃうんですよね、慌ててて。今持ってるの中バッグだから、中バッグには武器が入るってことですね。よし。うん。だんだん、ビルディング21、構造が分かってきましたね。いい時間になりましたので、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあねー。バイバーイ。